外回りが終わって事務所に帰ると、デスクの上に付箋が一枚。そこには、付き合っていた女性から別れの文字が書かれていた。やけになって馴染みの飲み屋へと向かった俺は、偶然にも中学校の時の同級生と遭遇。彼女はヤンキーで、レディースの元総長。関わり合いにならないようにと思っていたが、ひょんなことから彼女と同居生活が始まった。そこに自分から別れを告げた元カノが現れて、私がよりを戻してあげるって言ってるんだからそれでいいじゃない。それよりこの人たちには早く帰ってもらって。俺の名前は宮内健介。中小企業に就職した俺は営業として従事している。そんなに大きくない会社だから営業といっても給料はそんなに良くない。それでも付き合っている女性はいたんだけど、縁がなかったのか、交際して1年が経とうという日に振られてしまった。ありきたりではあるが、彼女との出会いは職場だ。会社は社内恋愛禁止ではない。だけど業務に支障が出ないようにと俺たちの交際は内緒にしていた。でも俺はそんな中でみんなにバレないようにアイコンタクトを送ったり送られたりという状況を楽しんでいたのだ。しかしあの日は彼女の雰囲気がいつもと違っていた。そして外回りを終えて事務所に戻るとデスクにメモ書きが置かれていたのだ。ケンスケ、お疲れ様。今までいろいろありがとう。私たち別れて元の同僚に戻りましょう。そう書かれていた。色は気を使ったのだろうか、ピンクの付箋に書き記された別れ話。あまりにも簡単すぎやしないか。あいつにとって俺たちの関係って付箋一枚で済ませられるものだったんだな。ああ、最悪だ。やってられるか。俺はもやもやした気持ちを抱えたまま事務処理を済ませ、定時に上がり行きつけの飲み屋に向かった。ふざけんじゃねえよ、まったくよ。カウンターに座り、グラス片手に大きな独り言を言う俺に、健介、今日は許すから心ゆくまで飲んで不満を吐き出せ。そんでもってそんな女のことはとっとと忘れてしまえ。いい男っていうのはな、別れた女の数だけ人として成長していくもんなんだよ。だから早いとこ気持ち切り替えて新しい女でも作れ。店主の親父は俺にそう言って日本酒をサービスしてくれた。夜中まで俺の愚痴に付き合ってくれた親父にお礼を言うと、ほろ酔い気分で自宅へと向かう。少し飲みすぎたな。コンビニに寄ってミネラルウォーターと明日の朝飯買うか。そう思い帰り道にあったコンビニへと入る。目当てのものを手に取りレジに向かうと、美味しそうに並んだ肉まんが目についた。やっぱりこの時期は肉まんだよな。今の俺だったら心にまで染みちゃうかもしれないな。こんな寒い夜は肉まん食べながら家路に着くのも悪くない。俺は朝飯とミネラルウォーターのついでに肉まんも買ってコンビニを出た。肉まん片手に歩き始めてすぐのことだ。小さな女の子が俺の肉まんを指さして駆け寄ってきた。はあ、これあかりちゃんも食べたい。そう言って俺の前に立ちはだかったのだ。え、こんな夜中に子供一人？心配になり辺りを見回すと、少し離れたところに母親らしき女性の姿が見えた。その女性はボロボロのコートを着て、何やら一生懸命にバッグを漁っている。この子のお母さんですか？いつもの俺だったらこんな風に声をかけることもなく立ち去っていただろうな。親父に愚痴を聞いてもらって少し気持ちが軽くなっていた俺は、つい勢いで声をかけてしまった。
娘さん肉まんが食べたいみたいですよ。俺の声に気づいた女性は慌てて、何やってるの、こっちに来なさい、お財布探してるから待っててって言ったでしょう。こう叱るが、娘は母親の言葉なんか聞いちゃいない。俺の前を動こうとしない娘を見て、女性は慌てて走り寄ってきた。子供がすみませんでした。この声、聞き覚えのある声に思わず反応して、彼女の方をじっと見る。やっぱり俺は心臓が止まるかと思った。間違いない、あの後藤美和だ。彼女は俺の同級生で、誰もが恐れるレディースの元総長だった。表情一つ変えずに冷淡に喧嘩をする姿の彼女はこの辺でも有名だ。同世代の人間で彼女を知らない者はいないだろう。そういう部分が知れ渡って恐れられてはいるが、美和自身はすごく美人でスタイルがいい。レディースになんか入っていなかったらかなりモテてただろうな。偶然の再会に昔の面影はないかとチラチラ美和を見てしまう。さすがに昔のようにどぎついメイクはしていないが、完璧なスタイルは今も健在のようだ。あかり、ごめん、お母さん財布忘れてきたみたい、後で買ってあげるから今日はね。美和は娘をなだめるが、子供はそう簡単に納得はしない。娘は大粒の涙をこぼしながら、嫌だと言ってごねている。これよかったら食べて。幸いまだ口をつけていなかったから、娘に肉まんを差し出した。ありがとう。娘は満面の笑みを浮かべて受け取った。あの、お金を払いたいんだけど今財布がなくて。今の美和はヤンキーだった頃の名残は微塵も感じられない。若々しい綺麗なお母さんと誰の目にも映るだろう。しかし俺はヤンキーだった頃の美和の恐ろしさを知っている。子供には罪がないから肉まんをあげただけだ。これ以上は関わらない方がいい。さっさと帰ろう。大丈夫ですよ、大したことではありませんから。そう言って俺はその場を早く立ち去ろうとした。あれ、もしかしてケンスケ？バレちゃった。確かに美和とは中学校から一緒だったけど、会話らしい会話などしたことがない。だから覚えていないだろうと淡い期待をしたのだが、甘かったようだ。ああ、そうです。私のことを覚えてる？後藤美和。本人自覚がないんだな。あんなに有名だったんだから忘れるわけないだろう。ああ、美和さん、雰囲気違うから全然わからなかったよ。綺麗になったね。体は進行方向に向けたまま、上半身だけ美和の方へ向ける。帰る気満々の状態の俺だったが、美和を怒らせないように言葉だけは丁寧に選んだ。久しぶりね。この近くに住んでるの？うん、そう。お金返したいから寄ってってよ。たかが肉まん代だし、これ以上は関わりたくないんだよな。でも拒否なんかしたら機嫌を損ねて平手が飛んでくるかもしれないし。さ、行くよ。答えに迷っていると、美和は俺の背中を押し始めた。そして娘の手を引き自宅へと向かう。美和が住んでいるアパートはかなり年季の入っているものだった。しかし部屋の中はきれいに整理されていて、美和がちゃんと母親をやっていることがうかがえる。健介は仕事を何やってるの？美和はお茶の用意をしながら居間に座っている俺に聞いてきた。営業だよ。美和さんは？
社交辞令のつもりで軽いノリで聞き返す。去年離婚したんだ。それからは工場で働いてた。美和はなぜか緊張したように言葉を詰まらせる。へえ、そうなんだ。一人で子育てしながら頑張ってるんだね。ケンスケは独身？うん、独身で一人暮らし。そっか。共通の友達も話題もない俺たちの会話はぎこちなさしかなかった。当たり障りのない会話ではあるが、何か含みがあるように感じる。嫌な予感がするな。美和は何かを考えているような表情を浮かべたかと思うと、いきなり俺の目の前に正座をした。そして真剣な表情で俺に相談を持ちかけてきたのだ。同級生のよしみでお願いがあるんだ。急に何？変な頼み事は勘弁してほしいものだ。やっぱりあのまま強引に帰ればよかった。実は働いている工場の工場長のことなんだ。話せば長くなるんだけど、簡単に言うと工場長から執拗にいじめられている工員がいて、その人を助けようとしたんだ。そしたら、これだから元ヤンはって言って見下してきて。みんなさ、まあ私もそうだけど、一生懸命仕事してるのに威張り散らして、すっげえ横柄で嫌なやつなんだよ。もちろん手は出さなかった。もう大人だし、子供がいるのにそんなバカな真似できないからさ。でも、あまりにもひどいいじめで、ついカッとなって怒鳴っちゃったんだよ。悪い癖だってわかってるんだけど。確かに俺もあの頃の美和は怖いと思っていたし、関わり合いになりたくもなかった。今もヤンキーという生き物は正直言って苦手だ。それでも弱者を助けようとする美和はかっこいいと思った。下手に変わってしまえば自分に矛先が向いてしまう。そう考えて保身から二の足を踏んで見て見ぬふりをする人が多い。そんな中、美和は自分の正義を貫いたのだから強い人なんだろうな。それでクビになったんだ。え、クビになったの？まあ話の様子から察するに、工場長は傲慢な人のようだからそれくらいするだろうな。しかしそうなると美和のお願いって何だろう。別な意味でドキドキする。あのさ、健介、私には娘がいるじゃん。ちゃんと育てていかなきゃならないんだ。でも健介も知ってる通り仕事してないから、このままじゃ家賃が払えない。もちろん急いで仕事は探すつもりでいる。だから。美和が言いかけた言葉を遮るように俺は言った。悪いけどお金は貸せない。貯金もないし、それに俺たち確かに同級生だけど、お金を貸し借りするような間柄でもないだろう。元ヤンの美和が本気になって脅してくる前にと、勢いで先手を打ってみた。形勢が不利になる前に。そうじゃない、簡単にお金の貸し借りをするのは良くないことだよ。え、でもこのままじゃ家賃が払えないって。うん、だから仕事が見つかるまででいいんだ。同級生を助けると思って私を家政婦として住み込みで置いてほしいんだ。家政婦って本気で言ってるのか。確かに俺たち同級生だけど、まともに口を聞いたのは今日が初めてだろ。住まわせてもらうからには料理に洗濯とか家事のすべて私がやる。だから次の仕事が決まるまでお願いします。美和が何か仕掛けてくるんじゃないかと、そればかりを心配していて、俺は彼女の表情を見ていなかった。改めてよく見ると美和は切羽詰まった様子で手が震えている。冗談とかじゃなかったんだな。このままじゃ美和だけじゃなく、あかりちゃんも路頭に迷うというわけか。こんな小さな子がそんな状況に陥るのはかわいそうだ。それに美和は何と言っても元レディースの総長。ここで怒らせて
後で仲間と一緒に報復にでも来られたらたまったものではない。でもな、突拍子もない話だし、どうしたものか。答えに悩む。ふと見ると美和の目には涙が。そっか、美和は頼れる人がいないのかもしれないな。覚悟を決めた方が良さそうだ。ふう、分かった。仕事が見つかるまでということでいいね。もちろん、頑張って早めに探すから。1ヶ月くらいを目安にしてくれ。分かった、ありがとう。こうして俺たちの奇妙な同居生活が始まった。レディースの元総長との生活なんて想像がつかない。どんな生活になるのかと不安しかなかったが、いざ一緒に住んでみると驚きしかなかった。美和が以前住んでいたアパートの状態を見ると、掃除はできるんだろうなくらいにしか思っていなかったが、炊事に洗濯も完璧だったのだ。料理も美味しい。ワイシャツのアイロンのかけ方もプロ並み。掃除に至っては隅々まで雑巾がけまでしてあって、正直仕事が終わって家に帰ってくるのが楽しみになるくらいだ。あまりの美和の女性らしさにうっかりときめいてしまう。いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう。美和が作り出す居心地のいい空間のおかげで、俺も素直に感謝の言葉を伝えられる。そういうことに慣れていない美和は頬をあからめで照れくさそうに微笑む。でもその笑顔はどこか誇らしそうだ。いつしか俺はそんな彼女の笑顔を見るのが楽しみになっていた。最初は気が重い同居生活ではあったが、思いがけず触れた美和の家庭的な一面のおかげで快適だ。そうなってくると時間の経過も早く感じられ、気づけば同居して1ヶ月になろうとしていた。この頃になるとあかりちゃんも俺に懐いてくれて、ケン兄ちゃんと呼ぶようになり、美和が仕事の面接に行く日には俺があかりちゃんを預かるほどに。しかし焦る美和の思いとは裏腹に、仕事はなかなか決まらない。俺はというと、自分で期限を切っておきながら美和の仕事が決まらないことに安堵していた。というのも、心のどこかでこんな生活がずっと続けば楽しいだろうななんて思い始めていたからだ。漠然とした気持ちが俺の中で確信に変わったのは、それから2ヶ月後のことだった。あかりちゃんは毎晩お風呂に入ると美和におもちゃで遊んでもらってから出てくる。その日も上機嫌でお風呂から出てきたあかりちゃんは美和にじゃれついていた。楽しそうにじゃれつくあかりちゃんと一緒になって、楽しそうにふざけ合う美和の笑顔、その笑顔をずっと見ていたいと衝動的に思った。俺はこの時、人生で初めて結婚した自分を想像したのだ。楽しそうにはしゃぐ二人を見ていると、自然と笑みがこぼれる。何笑ってるの？そんな俺に気づいた美和はこう言って無邪気に笑いかけてくる。不意をつかれた俺は思わず赤面してしまう。いや、こういうのいいなと思って。なんかあったかくて平和だよね。自然と本音を口にしていた。私も同じことを思ってた。幸せそうな顔で答える美和。ああ、そうか。俺はいつの間にか美和のことが好きになっていたんだ。あのさ、あかりちゃんが寝たら晩酌に付き合ってよ。ん？その夜、俺たちは初めて一緒に晩酌した。ごめんね、なかなか仕事が見つからなくて。小さい子供を抱えてると見つかりにくいみたいだよね。焦らずに見つけていったらいいよ。なんだかんだ言って俺も助かってるから。それに美和さんは手を抜くことなく頑張ってるわけだしね。シングルマザーだからね。あかりには私しかいないし、あの子を守っていかなくちゃいけない。
そう話す美馬の表情は切羽詰まったような感じだった。そういえば美馬から旦那の話を聞いたことがない。養育費とかもらえないのだろうか。聞いてみたい気もするが、踏み込んでいい領域ではないと思えたので黙っていることにした。俺の思いを知ってか知らずか、美馬は話を続ける。私の元旦那もヤンキーだったんだよ。でもさ、私も見る目なかったんだろうね。浮気されたんだ。で、そのまま帰ってこなくなって、しばらくして離婚届が送られてきた。子供もいるのに、こんな無責任なことができる男だったんだって。そんな男を選んでしまった自分が情けなかった。信じて一緒になった男に裏切られて、相当辛かったんだろうな。美馬のこんな切なそうな表情は見たことがない。俺だったらこんな顔させないのに。美馬とあかりちゃんの笑顔を守りたい。そう思った瞬間、俺は美馬を抱きしめていた。ケンスケ、相変わらず優しいんだな。相変わらず？言葉の意味が分からず、美馬の顔を覗き込む。中学の時に見たんだよ。学校の帰り道に子犬が捨てられてたの覚えてる？うちで飼うことはできなかったんだけど、私気になって毎日様子見に行ってたんだ。そうしたら毎回私より先にケンスケがいて餌あげてた。雨の日には傘で囲いを作ってさ。ああ、そういえばそんなことあったな。俺も親に反対されて家に連れ帰ることができなかったんだ。でも子犬のことが気になって毎日餌を持って様子を見に行ってたんだけど、美和さん見てたんだ。あの頃からケンスケのこと優しい人だなって思ってた。だからあの日無理なお願いしちゃったんだ。ケンスケなら優しいから助けてくれるかもしれないと思って。卑怯な真似してごめん。それと助けてくれてありがとう。最初は正直同情からだった。あかりちゃんみたいに小さい子が路頭に迷うんじゃないかと思うといたたまれなくてさ。でも今は違う。美和さんとあかりちゃんの二人と一緒にいたいと思ってる。俺もさ、コンビニの近くで会った時は昔の印象が先行して美和さんのことを内心は怖かったよ。でも美和さんを知っていくうちに、本当は正義感が強くてまっすぐな人なんだって分かってきた。工場をクビになったのだって自分の立場を利用して工員をいじめる工場長が許せなかったんでしょ。うん、そう。ケスケ、私もケンスケとコンビニで再会できたのは運命だと思う。いつの間にかケンスケが仕事から帰ってくるのが待ち遠しくなってて、ご飯を作りながらケンスケを待つ時間が楽しくなってた。それにケンスケがあかりと遊んでる姿を見てると私も幸せを感じるの。俺もあまりこんな言葉は使わないけど、こればかりは運命だと思った。こんなに心地いいと思ったのは初めてだ。あのさ、もしよかったらなんだけど、同居じゃなくて同棲にしない？美和は満面の笑みを浮かべてうなずく。この日を境に美和は居候という立場から俺の彼女になった。生活自体はこれまでと変わらないけど、気持ちの上では全然違う。二人との距離が近づいた感じだ。せっかくだから三人の時間をもっと楽しもうと、休みの日に公園に行くことにした。砂場で遊ぶおもちゃやあかりちゃんの着替え、こんな他愛ないことでもワクワクする。お昼ご飯を食べ終えて家を出ようとしたその時だった。来客の予定もないのにインターフォンが鳴る。誰だろう。俺はそっと玄関ドアを開けた。ケンスケ、急にあんなことになって寂しかったでしょ。だからやり直す機会をあげに来たわよ。
ドアを開けるとそこには元カノのサキが立っていた。そしていきなりペラペラとまくし立てるようにしゃべり出したかと思うと、ずかずかと家に入ってきたのだ。急いで止めようとしたが、サキの勢いに気をされて動くのが遅れてしまった。この人たち誰？しかしこの状況をミワは察するのが早く、ケンスケさんの同級生です、今親子でお世話になっていますと丁寧に大人の対応をしてくれた。私はケンスケと付き合ってるサキです。そう言って我が物顔でソファーに座る。俺はこんな傍若無人な彼女のどこが好きだったんだろう。マナーもなっていないどころか、人の気持ちも考えずに自分の気持ちだけを押し付ける。それに俺の家に女性がいるのが分かったら察しろよ。どこまでも無神経な彼女のどこが良かったんだろう。サキ、帰ってくれないか。俺たちずいぶん前に別れたよな。少し苛立ちながら俺はサキに言った。するとサキは一気に顔を硬直させて、ケンスケどうしたの、拗ねちゃった？あのさ、私がよりを戻してあげるって言ってるんだからそれでいいじゃない。それよりこの人たちには早く帰ってもらって。何を勘違いしてるか知らないけれど、帰るのはお前の方だよ。さっさと帰ってくれないか。元旦那の浮気で傷ついているミワに余計な心配はさせたくない。それに知らない女の人が家に入ってきて好き勝手言っていたら、あかりちゃんだって怖いはずだ。俺は自分の大切な人たちを傷つけている先が許せなくなっていた。はあ、こんな子持ち女のどこがいいのよ。絶対に後悔するわよ。先のこの一言で抑えていた俺の怒りが爆発した。俺は後悔なんかしない。彼女はお前とは比べようがないくらい内面も見た目も素敵な人なんだよ。そして俺の大切な人だ。これだけは譲れないし譲る気もない。分かったら帰れ。おそらく過去にないくらい俺は先にきつい言葉を投げかけた。先と付き合っていた頃の俺は、彼女が言うわがままを全て受け入れるだけの男だったから扱いやすかったのだろう。俺が声を荒げるなどと予想していなかった先は目を見開いて驚いていた。そして今度は子供のように泣き出し、俺がよりを戻してくれるまで帰らないとダダをこね始めたのだ。これは恋愛感情というよりも、自分から振っておきながら自分から俺の気持ちが離れているのが気に入らないのだろうな。迷惑な話だ。手がつけられなくなった先をどうやって帰らせようかと考えていると、ミワが何やらあかりちゃんに耳打ちをしている。ミワに何か言われたあかりちゃんは小さくうなずいて別の部屋に行ってしまった。あかりちゃんが別の部屋に入るのを見届けると、ミワはすっと立ち上がり先に近づいていく。おい。ドスの聞いた低い声でミワが先に声をかける。先はビクッとしていた。そういう俺もビクッとした。お前は子供と一緒だな。相手が折れるまで泣いて勝とうってわけか。そうやって自分の思い通りにしたところで、手に入るのは上辺だけを取り繕ったものだけだ。本物なんて手に入りはしない。本物が手に入らないことほど虚しいことはないぞ。自分から別れるって言ったんだろ。大人なら自分の言葉に責任持てよ。ミワはあかりちゃんに聞こえないように声のトーンを抑え、ソファーに座る先を見下ろすように話している。それにな、ケンスケは私の大切な男だ。今ケンスケが私たち親子を守ってくれたように、私も自分の大切な人は全力で守る。私を敵に回す覚悟があるなら、このままここでダダをこねればいい。でも覚悟がないのならおとなしく帰りな。
ドスの聞いた声で話すところはレディースの総長だった頃を彷彿とさせたが、それを覆すような経験があったのではないかと思わせるものがあった。サキはミワに蹴押されたのか、おとなしく帰っていった。今日はごめん。でもミワが俺のことを大切な人って言ってくれて嬉しかった。ありがとう。私の方こそありがとう。でも出しゃばった真似してごめん。あの子見てたら昔の自分を見てるようで我慢できなくなっちゃったんだよ。昔の自分？ミワは幼い頃に両親と離れ、母方の祖父母の家で暮らしていたという。ミワが生まれてすぐに父親は女を作って家を出て行き、母親もまた男を作ってミワを残して家を出てしまったそうだ。母親が家を出て行くときに幼いミワは泣いてすがったという。しかし母親は泣いてるミワの手を引いて自分の実家へ行くと、今日からばあちゃんがお前のお母さんだから、そう言ってミワを置いて男のところへ行ってしまったということだった。ミワのあの言葉にはこういう背景があったのか。親に捨てられ傷つかない子供なんていない。家庭環境に恵まれて育った俺がミワにどれだけ寄り添えるだろうか。答えはわからない。でも全力で俺を守るとミワが言ってくれたように、俺も全力でミワとあかりちゃんを幸せにしていこう、そう心に誓った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。